願いします。他社の方で一生懸命今回の時代要請ということで、うん、まあ、先日の臨時会見の時に都市部なんで見てると、効果はどうかという話もされてましたけど、今回実際に見切った理由というのは改めてお願いします。そうですね、本当にこの数日間で、全国的に異常な伸びを示していて、我々の分析する中でやはり今回の全国的に規制されて、そこの中で会合があったりとか、その後お盆があったりとか、いろんなことの中でこんなにも広がるんだなということに、本当にショックを受けています。本当にこのデータ株というものがいかに感染力が強くて、しかも足が速くてですね、我々が一つずつ追いかけていくスピードより先にもう次の人に感染しているという状況でありますので、今回は先が見えない状況だと、これ全国的なことだと思いますけれども、なので、できる限りその中でも医療環境を守るために、やれる政策を総動員してやっていくという中で、本当に申し訳ないんだけれども、やっぱり少しでもその議員を減らそうということで、今回また飲食店の皆さん方にご協力をいただくということで、この前傾的にそのムーブメントの中で、人の動きを減らして、なんとかこの佐賀県の特徴である重症者を、そして亡くなる方を出さないという大きな方向性をしっかり維持できるように、みんなで頑張っていきたいと思っています。大きくもう一つ、今回自宅療養を追加するということで、ちょっと不安に感じる的な方も、多数いらっしゃってないかなと思いますので、改めてちょっと呼びかけというか、メッセージをお願いします。いや本当ですね、もう佐賀県はずっとここまで自宅療養ゼロということで、ずっと頑張ってきたので、それが我々としての、心の砦でもあったんだけれども、さすがにここまで増えますと、やはり病床と、それから今ホテルがもう 74% ということで、もうほぼ、今満室なんです。74というのは我々の中ではもういっぱいいっぱいということでありますので、少しでもそこを入る最初の段階で整理をして、中等症の方とかにすぐ処置をしてさせていただくための環境を整えていくということと、いつも申し上げているように救急医療とかも絶対これ大切にしなければいけないので、それをやるためにはもうここやむなく自宅に入っていただく、そこで療養していただくということを、というやり方を導入することにました。できる限り家族丸ごと、例えば4人家族丸ごととかですね、軽めの方でできるだけお互いでチェックし合えるような、そういう皆さん方に していこうというふうに思いますので、何とぞそういった環境にもこれから県内になっていきますので、ぜひ、そういったところについてのご配慮もよろしくお願いしたいと思います。できる限りですね、自宅にいる方々に対して、もちろん我々食料をお届けしたりとか、状況の、診断をしていったりとかですね、ここを手厚くしていきたいんです。なので、まだまだ我々としては十分だと思ってない。なかなかその体制が整うっていうのは難しくて、そういう訪問医師っていうのはですね、これは都市部に比べて非常に少ない環境にあるので、なんとかご支援いただける方々を増やして、そこの環境を持っていきたいなと。できる限り軽めの方にするんだけれども、それでも、そこから問題が起きないように全力を尽くしていきたいと思いますので、これそういう数自体を減らすっていう県民の話と、それからそういういつもきついんだけれども医療従事者の皆さん方にまたご支援を頼むという中で辛いんですけども、なんとかここを乗り切っていきたいなと思っています。新日本新聞ですけれども、過去2回の非常警戒措置と違ってコロナワクチンを打っている中での感染拡大となっていますので、そのことについてどのように受け止めますか。そうですね、ですので、今回でもある部分ありがたかったのは高齢者が著しく低い。ですので、今日の
182もですね、9割方40代以下なんです。9割方40代以下ということは、50代以上はもうほとんどいないということなんです。ですので、やはりワクチンが、特に佐賀県はもう9割に2回打っていただいているので、非常に大きな効果、そして重症化を防ぐ効果があったというのは、少なくともこの数字だけでも分かるわけですから、なんとかですね、国に、我々も体制はできているので、あとはワクチンさえ届けばというふうに思っているので、なんとかそれこそ、今、防衛を一緒にしようという政策を取られていますけど、東京さんとか大阪さんとかですね、非常にロットが大きいので、一回お貸しいただいてですね、そしたらちゃんと返しますから、我々のところに来たときにですね、というような、ちょっと融通を利かすような形で、で我々としてもしっかり都市部に対して支援をしていきたいと思いますので、そういったことをですね、考えながら、貴重なワクチンだったり、これから抗体カクテルの問題もありますけど、先ほど問題点として、数がまだまだ全然足りないという話もありましたけれども、そういったことについても、ぜひ国の方に、お願いをしたいなというふうに思います。すみません、災害対策本部からもう一度ですか。はい、ちょっと相談用なんですけれども、自宅療養の関係で、ホテルを単純に増やすっていうことは検討されたりしたんですか、それとも今後、そういうのを考えるんでしょうか。我々、悪い子に悪い子に考えると、これ、もっとすごい数が増えるっていうこともね、十分想定の中にあって、そうすると、ホテルって今、準備してもですね、大体2週間から、早くても3週間、準備にかかるし、そのスタッフというものを揃えることを考えると、もうどうしても行くいたちごっこになってしまって、我々3つホテル持ってるっていうのは、結構思い切った政策ではあったんだけど、まさかそれでこんなに足りなくなるなんてのは、さすがに我々もそこまで思っていなくて、それだけデルタ株というものが怖さということだと思います。ですので、これからさらに数が今180ですけども、200、300、400というところになったことということまで今想定して、先手を取って準備している。そうなりたくないけれども、そうせざるを得ないような環境にあるんだろうと思います。はい、自宅療養者で十分に対応できる、キャパみたいなものはどれくらいやってるか。いやー、もうだから、これはですね、そういう意味からすると、それこそ東京さんとかも2、3万いるわけでしょ。で、そこに入る前の調整段階の1万20いるわけで、だんだんそこが徐々に薄くなっていくっていうことになってしまうと思うんですよ。ですので、我々とすると恐ろしいのは、自宅療養って数が増えていくと、だんだんこう諦めになってしまうようなことにならないように、だからしっかりとみんなで体制を組んで、少しずつ自宅療養が増えた時でも、そこをしっかり我々として連絡を取って、声かけをして、ちゃんと皆さん見守ってますよっていう体制をしっかり維持できるようにしていくっていうことが大切なことだと思います。その容量とかいう問題ではなくて、自然と増える時には増えていってしまう、そのホテルと病院とホテルと自宅とのそことのシェアの状態になっていくと思います。はい、すみません、ありがとうございました。自宅療養とその時短要請と、予算がそれぞれ伴う、時短要請は伴うと思うんですけれども、その予算、先決処分されるのかとか、そこら辺教えてください。そうですね、時短についても基本的に8割方国の方で支援されるという今までのパターンで言えば。ですので、今の予算の中で対応できるんじゃないかと思いますが、基本的に自宅療養のことについてはできる限り今の予算の中で、そんなにまだ最初は出てこないの で、その中でその増えていくその率に応じてですね、我々として予算措置を検討していきたいと思います。はい、ありがとうございました。